フリーナ様？どうしてフリーナ様がここに？紹介するよ、フリーナ様。フリーナさんはこれから劇団の顧問として水の娘の公演に参加してくれることになった。それからこちらのお二人は僕たちのために橋渡しをしてくれて、フリーナさんを招いてくれた。みんなも顔は知ってるんじゃないかな。ああ、あの審判の。みんな知ってるぜ。もう見事だった。団長の仇を討ってくれて本当にありがとう。いやいや、今回オイラたちは興味本位でついてきただけだぞ。さっき言っていた水の娘というのは？それが私たちの最後の演劇なんです。団長の残した、彼女が完成させられなかった作品です。それを舞台上で成功させられれば、私たちが抱える最大の心残りはすっかり晴らされるでしょう。待てよ、完成させられなかったってことは。そうなんだ。この夢を叶えるのは至難の業と言えるだろう。まずは水の娘がどんな物語かお話ししましょう。物語の主人公は幼い純粋精霊です。彼女は家族の忠告を無視して自らを人間の姿に変えました。人のように暮らすことを渇望し、友情と愛情を順調に手に入れてゆき、全てが円満のように見えました。しかしある日、正体がバレてしまい、事態は急変します。ここまではなかなかクラシックな展開だな。で、その後は？そこが私たちの直面している難題の一つで、団長はここまでしか書いていなかったんです。劇を披露するには結末を書かねばなりません。でも具体的にどう続けていくか意見の相違があって。そう、楽しい再会の日を迎えるといった結末にするべきか、それとも現実的な意味合いを含む悲劇にするべきか、なかなか決まらないんです。現実的な意味合い、それは団長が突然姿を消したことを言っているのかい？ええ、現実というものは芸術によって加工されたものよりもずっと不合理ですから。でも舞台を利用して私たちの苦しみをそのまま観客に伝える必要はあるのかと問われれば、それはまた別の話です。その通り。多くの人はただ気晴らしのために舞台を見るんです。舞台に立つ僕たちが彼らの気持ちを無視するわけにはいきません。それともう一つ、メインをやる二人の役者がまだ劇団に戻っていないんです。一人は主人公の恋人役を演じるポール。彼は暫定的な結末を作るために蟄居中だったんですが、約束した日時はとうに過ぎています。もう一人は重要な悪役を演じるビルマントです。けれど彼は団長が失踪して以来一度もフォンテーヌ邸に戻っていません。最後の公演に参加するって手紙だけは届いたんですが、今に至っても姿が見えなくて、一体何を考えているんだか。でもまあ、今回フリーナさんが手伝ってくれることになったわけだし、これを機に彼らを呼び戻せるかも。これを機に？お気づきでないかもしれませんが、あなたの名前は私たちにとって大きな影響力があるんです。団長はいつもあなたの名を口にしていました。僕たちにとっては本当に模範のような存在なんです。そう言われると何やら照れてしまうな。まあそういうのは嫌いじゃない。でも二人がなかなか帰ってこないのは、公演の進むべき方向がはっきりしていなかったからじゃないのかい？つまりはみんな多かれ少なかれ成功を疑っているんだ。今公演を阻むものは一つずつ取り除かれ始めた。そろそろ彼らを呼び戻す時だ。ええ、その通りです。それではまず一番大切な部分、ポールがどこまで書けたかを確認しましょう。彼は何日か前にポア村長に帰ったんです。友人の家に泊まらせてもらえば心が落ち着くし、孤独に苛まれるのを避けられると言っていました。この前ポア村長は災害に見舞われたでしょう。
彼の友達も今は忙しいだろうし、そっとしておいてほしいんじゃないかと僕は思ってたんですが、実際は逆のようでした。そうだな、話し相手が必要だったのかも。ポア村長。いや、何でもない。彼を元気づけるには僕が必要なんだろ。ならば行くとしよう、ポア村長へ。僕の記憶が正しければ、彼はここにいるはずです。あの、どちら様で？僕だ。台本はできたか？なんだってこんなところまで追いかけてきたんだ。まあまあ、それは置いといて。まずは外に出てきてくれ。いい知らせがあるんだ。信じるかな。しばらく待っててくれ。もう締めを書いてるところなんだ。完成したら出ていくよ。わかった。対策を期待してるぞ。どうやら予想通り、原稿の締め切りは先延ばしになってしまったようだね。それでも結末はこの演劇の中でとても大切なところですから。彼が書き終えた台本には出演者全員が目を通します。みんなが賛成して初めて結末として採用されるんです。人捨てに来てるって聞いたんだけど、やっぱり人違いじゃなかったか。でもまさか本当にあんたたちだなんてね。それにフリーナまで。やっぱりこうなるのか。ポールを探してるみたいね。もしまだ時間がかかるんなら、街を自由にブラブラしてていいよ。全部手配済みだから。ああ、お構いなく。僕たちはここで。それじゃあお言葉に甘えさせてもらうわね。街を見て回ってみるわ。お声掛けありがとう。ちょっと来て。空気を読みなさいよね。最近はここの状況も少しは良くなってきているのか。徐々に回復してきてるってところかな。でも多くの人の心の傷は一生治らないかもね。すまない。僕も何かしてやりたいとは思っているんだが。いいっていいって。私たち会うたびにこんな重い話をしなくちゃいけないの？辛くて苦しい記憶なんて誰にでもある。でもそれに気をされて息が詰まるような思いをしてなきゃなんないわけじゃないでしょ。あんたも一からやり直すつもりなんだったら、過去のことばっかり口にしてちゃダメよ。慰めの言葉ありがとう。確かに一理ある。でもせめて今は真剣な気持ちで接したいんだ。構わないよ。実際に一歩を踏み出すのは私が言うほど楽なことじゃないってことくらいは知ってる。私がここに来たのもあることを伝えたかったからよ。今までの災害に対する水人の無策を誰もが許してるわけじゃないってことをね。不要なトラブルを避けるために町の人には、あんたたちは劇団のメンバーで、あんたはフリーナを演じる役者だって伝えてある。万全とは言えないけど、これである程度は自由に動けるはずよ。お前、そんな気遣い屋さんな一面があったんだな。なにその言い草。スピナディロースらの会長はいつだって果敢で行き届いてるでしょ。じゃあ私は先に行くから、ちゃんと彼女のそばにいてあげてね。さて上に行ってみるとしよう。
僕には心の内を打ち明けられる友人がいない。彼女の言う通り、君たちのそばが一番いいのかもしれないな。ナビアの配慮にはとても感謝してる。正直、僕も心の準備ができているかと聞かれると、わからない。逃げることは、往々にして一番手間のかからない選択肢だが、それは何の問題の解決にもならないし、ハードルを乗り越える手助けにもならない。どうりでポワ村長の話になるとためらってるっぽかったんだな。ああ、怖くないと言えば嘘になる。それでも僕はもう一度ここに来るべきだと思った。前に言っただろ、この目で見届けられなかったものを見ておきたいんだ。もしここの人々が僕を許してくれるのならきっと僕は嬉しい。でももし彼らが暴言を吐いたとしても僕は全てを受け入れるつもりだよ。ああ、僕も見られているのは感じている。彼らは水人の服を着てポア村長に来ること自体がここの住民に対する一種の不敬行為だと考えているのかもね。僕はかつて誰かに視線を向けられるのが怖かった。特に疑われたり恨まれたりする時だ。僕はまだ準備ができていなかったらしい。お前、自分に対して案外厳しいよな。見たいものだけ見るわけにはいかないだろう。出なくちゃ、昔のまんまだ。おいおい、人がだんだん増えてきたんじゃないか。ここには長くとどまらない方が良さそうだ。スピナディロースラの巨船、あそこからならこの町の全貌が見えるだろう。行ってみよう。ごめんね、君たちはお散歩気分だったかもしれないのに、重い話ばっかり振って。気にするなって。こういうフリーナを見れるのもなかなか新鮮だしな。うん、ありがとう。もう少しだけ付き合ってくれ。君たちならうすうす気づいているかもしれないけど、僕が過去の自分を受け入れようと思えなかったのは、僕があまりにも長い間苦痛と孤独に耐えてきたからというだけじゃない。船のそばに行くと水が徐々に上がっていく光景がフラッシュバックするんだ。命は次々と水に溶け、ポア村長の住民が大切にしてきた暮らしと思い出は無に帰した。神の庇護のもとにいるのだから、厄災が訪れる前には強い存在が立ちはだかってくれるのだと人々はそう信じていた。僕も彼らがそう信じられるよう芝居をずっと続けていた。でも本当に水が上がってきた時、水神は何もしてあげられなかったんだ。そんなこと言うなよ。あの時はお前だって自分の役目があっただろ。真実を守るため僕はずっと同じことを繰り返してきた。でもそうすればそうするほど僕は苦しくなり孤独になっていったんだ。
次第に真実以外の何もかもを失っていった。僕は完全に失敗して自分の場所に座ったまま泣き崩れることになるのが怖かったんだ。幸い君たちや多くの英雄の助けがあったから最悪の結末は避けることができたけどね。誰もが責任を背負い、そして僕は自由を取り戻した。よくよく考えてみたら、自由とは必要とされないことを意味するわけだ。だって僕はもう何の役にも立たないんだから。お前がそんなことを考えてるなんて思わなかったぞ。報酬？はあ、うん、そうだね。相談相手ができるだなんて昔は想像もできなかったよ。重大な秘密を守る必要があったからね。他人が本当の僕に気づきやしないか、とても怖かった。それなら舞台上のフリーナを信じればいい。それが民の信頼すべき姿だ。だからこそ僕は日々において好奇心や内から発する感情を人に感づかれてはならなかった。僕がこの前人間関係をうまく維持できないと言ったわけが、これで分かっただろ。そうだったのか。オイラはてっきりお前の性格が嫌われやすいだけだと思っていたぞ。今日はやけに横槍を入れてくるな。君のそういう話し方こそ嫌われるんじゃないのか。ああ、かつての僕には真実しかなかった。今ようやく解放されて、まだこれからどこへ向かうかはわからないけど、選択する資格が僕にはあるんだ。さて、そろそろ帰ろう。台本も書けた頃合いだろうしね。